ドミトリー・パラマルチュクは、ウクライナ出身の男性フィギュアスケート選手。2002年ソルトレークシティオリンピックペアウクライナ代表。1998年、1999年、世界ジュニア選手権、ペアチャンピオン。パートナーは、タチアナ・チュバエワ、ユリア・オベルタス、アレクサンドラ・テテンコ。ウクライナのドニプロ・ペトローシクに生まれ、4歳の頃に、スケートを始めた。 当初はユリア・オベルタスとペアを結成し、1997から1998年シーズンより創設されたばかりの ISU ジュニアシリーズに参戦。JGP ファイナルでは初代優勝ペアとなり、世界ジュニアフィギュアスケート選手権を制した。翌1998から1999年シーズンも JGP ファイナルと世界ジュニア選手権の2冠を達成する。 1999から2000年シーズンには、シニアクラスの ISU グランプリシリーズにも参戦。ISU グランプリシリーズではメダルこそなかったものの、ネーベルホールンハイでは3位と検討した。3連覇のかかった世界ジュニアでは、同じウクライナのアリオナ・サフチェンコ&、スタニスラフ・モロゾフ組に敗れ2位となる。2度目の出場となった2000年世界選手権では、 フリースケーティングのリフトで転倒し危険。直後にユリア・オベルタスとのペアを解消し、新たにタチアナ・チュバエワとペアを結成。2001から2002年シーズン、ソルトレークシティオリンピックに出場したが16位と振るわなかった。翌2002から2003年シーズンをもってチュバエワとのペアも解散する。2005から2006年シーズンに、 アレクサンドラ・テテンコとペアを組み2006年、トリノオリンピックを目指したが、ウクライナ選手権で3位に終わりオリンピック出場は、叶わなかった。ありがとうございます。